やれなかったら来てよと思う。キャバクラ勘弁してほしいんだよマジで。ソース増えんじゃねえとか。こんちょ。こんちょ。神尾太郎です。さあということで前回引き続き斉藤商店の大ボス斉藤京子さんに来ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。イエイ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 。のっけから何かをいや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 つけこましてますけど、これ何ですか。これ運転手がよく使う手袋です。はいはいはい、もちろんそれは何か字が書いてある。あのガラス屋の社長がね、美しいからこうやって写れって見切れさせろと。そうやってこいと。はい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 、もう思いの丈を写しちゃってください。見て、京子専用三陸女学院、水が抜けてるし絶好調ってね。ほらこれ手書きですか。油性ペンの手書きだよね。やってくれるよね。わざわざ新品買ってきてこれ書いてやってこいって言うんだよ。だから今日はですね、キョンネが来るというお店、はい、カフェ&ダイニングトシさん、はい、来てるんですけれども、はい、どういったところがおすすめなの。イタリアン、その日その日にしかないお料理を、はい、結構提供してくださるんですけど、はい、毎日来てるわけじゃないから分かんないけど、多分来るたびに変わってると思う。聞いて、はい、ケーキ最高にうまいの。マジ超うまいのさ。いや入り口にあったでしょ。ちょっと目に入ったんですけど、あったでしょ。美味しい料理を経てのケーキ行きたいんで。あーなるほど。ちょっとパスタも美味しそうなんで。うん、パスタもうまいし、はい、何でも美味しい。ピッツァも。あこれぞピッツァ。だからそのピッツァと パスタが来るまでの間、うん、パッツァって言おうとしたでしょ。パッツァって言おうとしました、はい、うん、でお料理が来るまでの間、はい、ちょっとお話ししたいなと思うんです。外で、うん、結構やんちゃな話ばっかりしてたんで、うん、たまには真面目な話をしようかなじゃないですけども。そうだね、頑張ろうか。やっぱりこのカミオン TV はですね、現場の声というのをですね、はい、こう動画にしていろんな人の意見交換もしたいなということで、はい、今回はちょっと真面目に、はい、ちょっとトラックの業界についてのお話とかも、キョンネがどう思ってるのかというのも含めてちょっとお話聞きたいなと。頑張る頑張る、うん、真面目に喋るの頑張ってみる、はい。まあ、一応そのドライバー歴っていうのはもう20年以上なんですけど、うん、今と昔で大きな変化っていうのは結構あったりするんですか。大きな変化はまず女の人が本当多くなった。へえ、めちゃくちゃ多いなと思う。そ当時はもう珍しいって感じだったんですか。いなかった私の時はね。で、まあ、いなかったイコール女を使ってくれる会社もなかった。あー、なるほど。ぶっちゃけさ、私タウンページ持ってきて、はい、電話かけて全部に使ってくれますか使ってくれますか。ほほほ。女は取りません。うわー、そんな時代がやっぱあるっすよね。そ昔はね、岩手県だからっていうのもあるのかもしれない。当時なくて、うん、その岩手県って、うん、その、まあ、要は漁業も盛んだったりするじゃないですか、うんうん、やっぱこう普通に男の人はこう港の方の就職するとか、うん、運ぶとかそういうようななんかこう、うん、カルチャーにはもうなってるんですか。なってないと思うよ。あ、そうなんですね、うん、それ女性の人って主に就職先っていうのは当時は何があったんですか、うん、キャバクラで私のキャラでキャバクラはないじゃん。キャバ嬢にしかなるしかなかったその町の中でその特典種になるぞって決めてやってたけど、うん、当時は珍しかったけども今は本当に見る。仕事内容まではそれはいろいろあると思うけどね、違いが、はい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 、でも女のドライバーさんが増えたなと思う。キョンネから見た理由というか、うん、分かります。なんかなんで増えて、男女平等って世の中が言ってても、うん、実際はそうじゃないっていう感じを受け止めている女性の人っていっぱいいたと思うんだよね、うん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 、それが本格的に平等になってきたんじゃないのかなって思う。なるほど。その私はめったに行かないけどトラステとか行っても前は男風呂しかなかったけど今は女風呂もきちんとあるところできてきてるし、時代ですね。そうそう、だからいや今いいなと思う。あ、そうっすか。だけど女風呂に入ってったらキャーって言われる。私はそれはあのキョンネがキョンニーに見えるってことですよね。正解正解。出していきましょうよ、そこも隠さずに。出してんのに、はい、あ、ごめんなさいって言って出てかれるの。え、なねと思って。失礼ですよ、全国の女性ドライバーさん。そうだよ。最初の頃は何が運んでたんですか。やっぱ、ね、最初の頃は、まあ、確かに養殖魚の餌になるもの、はい、うんうん、要は固まったお魚さんだよね。はい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 、はい、うん、それを養殖業者に届けたりとか、うん、してた昔は、ね、でその当時その同業者 の, そのメンズのドライバーの方は、はい、うん、いや京子さんそれ大変なんじゃねえかとかそういうのもあったんですか。その魚関係の仕事をしてるとさ、はい、
大丈夫って聞かれることがまずない、やれて当たり前だろおめえ、面白い、ここに来てリージョンそうだよなっていう感じのが多い、心配されないってことですね。そう、逆に、まあ、ごめんなさい、あのヘルメットかぶったりとかこ うるさいとことかに入ってるような業種の方が、うん、え、女性でできるって聞かれることが多かったね、経験上。でも言われ方としては言われない方がいいっすよ ね、それね。そうでしょうね、やれるからこっちも来とんねん、やれなかったら来てよと思う。そういう心配をしてくるおめえよりかはできると思うよ、わかんないけどって感じですよね。そう、うん、うわなるほどね、そういう時代背景もありつつ。そうだね、まあ、昔と今で言うとドライバーの方が制限されるような時代も来てると思うんですよね、うん、その距離だとか、うん、制限することによって、うん、なんかこうトラックドライバーを守っている風に見えているけど、うん、そうじゃない現場は、うん、制限をつけることによって人員も少なくなったり、当然収入も減っていくから、それは抑えつけてるだけだろうみたいな、うん、そういうものに関してはどう思ってらっしゃるんですか。でもそれはいずれ慣れていくことだと思う、仕方がないと思う。それは肯定否定じゃなくて、そういう時代が来たらそれにそぐった、うん、合わせれるやつが残る。そうそう、なるほどね。そうしか思わない。運転手が減るってことは私の仕事が増えるってことだし、いやまんってしか思わないんだよマジで。会話にならなくてごめんね私。いやいや、そう思ったっす今。そういう感じの考え方なんだよね。いやだから運転手が減って人員が減っていくと、うん、いやいや、こっちにも負担が増えて給料も上がらへんねんっていうような人もいると思うんですけど、まあまあ、私に仕事が回ってくるから別にいいと、チャンス増えんじゃねとか、そっちかな。そういうことですよ私は、はい、生意気ですいません。いや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 今その深夜割っていうのあるじゃないですか、高速。そうっす、うん、0時から4時の間にその使うと乗り降り3割引きになるために、その時間を待つっていう、いや俗に言う時間調整かな。そうですよね、うんうん、ドライバーさんからしてみたら割引で入ることによって経費削減にはなるけども、待ってる時間も含めて労働時間になってしまうから、その労働時間の制限とか、まあ要は10時間で運べたところを13時間になっちゃうとか、なっちゃうね。まあ、経営者側はなんか難しい話だと思うんですよね、うん、例えばまあうちらよくあったのがさ、急ぎの荷物とかあるじゃん、はいはい、できるだけ1分でも早く行ってよっていう、うん、だけどその深夜割をかけてから降りて経費を削減していきたい、うん、で今荷主さんがほとんどもそれに対応してきてるよね。でもね、あ、だからさっき言ったように対応するようになってくるんだよ、だんだん了承して受けるんだったら受ければいいし、仕事を与えるなら与えればいいし、だからやっぱなるようになってくんだよ。なるほど。でそこに対応できるかどうかってことですね。そうだね、はい、うん、で意外と個人でやられてるっすけど、うん、めちゃめちゃ全体的な話もしていただいてますよ、うん、これ本当に、はい、例えば、うん、全体がこうトラック業界のムードがこう停滞してしまうかもしれないようなルールがこれから出てくると、うん、思うんですけど、うん、そこもいやそんなことに沈んでなく我が道行っときゃいいやろってことですか、ね、停滞と思わないから。ごめんなさい、その質問に対しての答えも同じだよねっていうことですよね。そういうことだよね。いやでもちょっといい話聞けたな、立ち位置ですね本当に。それよりか頼むからハイビームで対向車来る乗用車やめてくれって思う多分これトラックの運転手みんな持ってるよ、うん、ハイビームはやめてくれと。そう、対向車がいないときにはハイビームで走ることとかっていう決まりがあるんでしょ。はいはいはい。でうちらトラックって下の方にライトがついてて、ハイビームだから下げてってパッシングしたところで届かないんだよ乗用車の方に、柵があるから。でも、はい、うちら柵よりも出てるから運転席、うんうん、勘弁してほしいんだよマジで。それだけはお願い。これもし見てる方がいたらね、はい、まあ、トラック来たらハイビームうちら眩しいんで本当下げてほしい。それだけが今後のトラック業界の問題ってことですね。問題それ本当問題で、あとこう右左右左って言うのもいいんだけど、そう走りたかったら買って走ればいいじゃんと思うけど、うん、頼むから好きで車間距離開けてんじゃなくて、うん、車間距離開けないと止まれなかったりするから開けてんのにベラリ入ってきたりとか、はい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 、あとこうまくりかけてる時にわざと速度上げて意地悪したりとか、うん、速度感覚ねえのかお前と思うもんね。なるほど。自分のメーター見て走ってみろ一回って。でも多分そういう人って気づいてないんだよね、うん、
自分の愚かさに気づいてる。そうそう、とにかくそれが今のトラック業界の重大な社会悩みだと思う私は。なるほど、でもこれマジ現場の声ですね。そうだよ、多分トラックの運転手さんみんな思ってると思うよ、うん、大体の人が。だこれを見てる人たちがやっぱこうね、一丸となってそういうのを排除していこう、廃止していこうっていう、お願いします。そういうものが結論になりました。ちょっと今後ともじゃあ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そうですね、よろしくお願いします。じゃあそのね、証というか今後もよろしくのあれで、私からのプレゼントなんですよ。マジっすか。はい、これがキョンネグッズですか。うん、そう、キョンネグッズ。キョンネと、まあ、嬉しいかどうかわかんないけど、いや嬉しいっすよ。うん、これがあのなんかちょっと見てもらって、中もいろいろ入ってる。うん、ちょっと待ってください。いろいろって言ってもちょっとだけだけど、これステッカーですね。そう、このステッカーは結構皆さん貼ってくれてて、これは神代の絵描き道、絵描き道、うん、あ、なんだっけ、パンチくんだよ、うん、の人が描いてくれたデザインの、これトラックの形でね、ステッカー、これ取れるの、ビロッと。あ、ビロッと。これ1枚じゃないんですか。こっちはまだ作ったばっかでも限定でしか作ってなくて、はいはいはい、持ってる人は多分10人ぐらいしかいないんです。この欲しいぞっていう人多分いると思うんですけど。いるかな。いるから、このスタンって6000数字出しちゃったからそうか何やってんすか。いや、たまたまじゃないかな。ああ、こういう問い合わせっていうのはどうしたらいいですか。Facebook ですか。いや、もう私 Facebook もめんどくさくてやんないから、はい、じゃあもうカミオンとかこの YouTube、ね、チャンネル問い合わせしたら、もしもの時は俺らが間入りますわ。あ、そうしてください、はい、で、これを届けてくれって言ったら、もう僕は北海道でも、ね、言ってくればいいんだよ、はい、タロちゃんが行きますんで、ね、そうしましょう。 あともう一個そう、これがさっき言ってた、もう6000枚以上は皆さんに作っていただいたっていうデザインの T シャツ。これちょっと後で着て、俺一緒に飯着てくれる。あ、うん、もちろん。はい、ということで今日のパイセンはキョンネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。毎週金曜日はカミオン TV、 これを合言葉でですね、我々一生懸命頑張っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、コメント、そして高評価の方をお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。はい。なんで対応できるんですか